はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はこのゲームを紹介していきます。急にどうしたんだぜ。実はね、コメントでこのゲームをやってみてほしいってリクエストがあったんだよ。ほん。それで実際プレイしてみたから動画を作ってみました。あ、ゲーム名は幻獣契約クリプトラクトです。どんなゲームなんだぜ？スマートフォン向けの RPG になってるよ。基本的にはターン制 RPG だね。ただ、独自システムに幻獣契約ってのがあるみたいなんだよね。ほん。それはおいおいね。おいおい、実はまだシステムを理解してないんだよ。なる、それじゃあ早速やっていこうぜ。霊夢？本当に進めていきたいんだけどさ。どうした？録画したデータが iPhone 側のエラーで破損してて抽出できなかったんだよ。悲しい。じゃあどうすんだ？最初のプロローグだけ破損してたからダイジェストであらすじを説明します。力技すぎてくさ。頑張りましょう。それじゃあ序盤を説明していくよ。まず最初に3体の仲間を選択するように促されます。貴属性の星に、探求の、メルトリッテ、水属性の星に、獣騎士、フラン、火属性の星に、騎士、アベル。一人だけガチムチか。ほんとだな。みんなだったら誰を仲間にするかな？おじ紳士は誰を仲間にしたんだぜ。ふふふふ、そんなの決まってるでしょ。アベルだよ。まさかのガチムチイケメンに。なんでこいつにしたんだぜ。剣持って強そうだから。それだけ？それだけだよ。それに新規で始めるとガチャ引けるからすぐに倉庫行きだしね。悲しい。そしてゲームを始めるとすぐに主人公に秘書官がつけられます。この子の名前はリズ。いろいろと主人公を手伝ってくれる召使いみたいな子だよ。おじ紳士にも一人欲しいね。あら、かわいい。ちゃっかり胸を強調してメスアピールですか。まあまあ、かわいいからいいじゃん。そして幻獣討伐の旅に出る主人公たちであった。本当はもっと細かいストーリーがあるけど、長くなるので割愛させてもらいました。要するに幻獣を探しながら巨乳召使いとタブに出るってことかな。大体そんな感じ。本当ですか。まあここからはストーリーを一個一個見せてもいいんだけど、長くなっちゃうから要所要所を見せていくよ。なる、了解です。ちなみにこのゲームは前編、後編に分けて動画にしていくからよろしくね。OKOK。それじゃあ早速ストーリーを見てみようね。これはストーリー選択画面だよ。ここから遊ぶストーリーを選択して助っ人を選ぶんだな。助っ人によって助っ人時限定の特殊スキルが変わってくるから、難しいクエストにぶつかったら助っ人が重要になってくるよ。ほん。まあ序盤だし大丈夫でしょ。そんなあなたにロード時間をお届け。長いな。結構ロード時間かかるんですね。最初だからストーリーが読み込まれるってのもあるんだろうね。今15秒くらい経過してます。25秒くらいかかったよ。長すぎ。幻獣が出現した。まがまがしい空の色が嘘のようだ。陽光が照らす爽やかな道を君は歩く。何回も喋ってなかった。ナレーションだね。このゲームはキャラのボイスはついてるんだけど、戦闘の時だけでほとんどはナレーションで賄うよ。あらら、そうなのかだぜ。容量の問題なんですかね。単純に予算の問題だったんじゃないかな。はい、そして3戦目には必ずボス戦になるので気を引き締めていきましょう。まあ序盤なのでボスって感じじゃないけどな。コマ稽古隊員だよ。この右下にある剣マークで通常攻撃。剣マークの右側にあるマークが完全に描かれているときは、各キャラの固有スキルが発動します。はい、今のガチムチキャノンが固有スキルですね。なるほど、これらの技を駆使して敵と戦うってことだな。そうだよ。そして敵に勝てば戦闘終了時に色々なアイテムなどがもらえるよ。子供の頃から何度も聞いた英雄譚だと、リズが微笑みながら君に告げる。君はそこで、初めて独り言をつぶやいていたことに気づく。このおっぱいを見ながら独り言をブツブツ言ってるって完璧事案だよ。
ほんそれ。慎重に地図を確認しながら、リズは幻獣が飛び去っていった方角を改めて君に指し示す。幻獣によって負わされた傷はまだ完全には癒えていないのだろう。足に巻かれた包帯が痛々しい。しかしリズ自身はそれを感じさせない、いつもと変わらぬまっすぐな瞳で北の方を見据えている。今君の部隊がいる地点は領地からまだそう離れてはいない。モンスターに襲われる心配も少ないだろう。リズが進むべき方向を指し示しながら促すように君を見つめてきた。気持ちも新たに君は草原へと足を踏み出した。はい、とまあここまでが一連の流れだね。なるほど、理解したぜ。それじゃあ皆さんお待ちかね、ガチャを回していくよ。実は最初にガチャをした動画は破損してしまったので、そちらはお見せできないんだけど、今回新たにオーブを貯めたので回していくよ。ナムさん。ごめん、ちょっとうるさくてタップしてしまったよ。くさ、これっていいんですかね。星4だから悪くはないんじゃないかな。次はノーマルガチャなんだけど、宝箱を漁る女の子が可愛いので動画にしたよ。それだけかよ。まあまあ見てみなって、可愛いから。な、いや確かに可愛らしかったけど。ああ、あの子がガチャで当たんねえかなー。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。次はこの超召喚祭りをしていきます。星5出現確率が超絶アップだって。どれどれ。星5排出率 11% ってやばない。メガテンが超極悪に見えてきましたよ。ほんそれ、これ10回引いたら星5が1体は出るんじゃないか。引くに決まってんじゃん。ナムさん。虹色がないんだけど。やったやった。突然変異みたいに色が変わったな。よかったですね、霊夢さん。ギルサニアの騎士として生きる覚悟があるのなら、もっと強くなりなさい。やったぜ。おお。エイブラハム・バン教会のエクソシスト、狂犬のブラムスとは俺のことだ。ひれ伏しやがれ、魔族ども。なんか聞いたことある声だな。マジで星子祭りじゃ。イベルの一族が願うのは、人が平和に生きられる世界よ。デスギー。やった！雨×降臨のエンジェルウィングデラックス、今度こそ飛べるってば。 D2 メガテンの引きをこっちで使ってる気がするぜ。これやばない？すごいですね。星5でも使える星5と使えない星5があるんだろうな。まあそこら辺はおいおいわかるでしょ。てか星5がこんなに出るなんて良心的なゲームじゃん。かなり運が良かったとは思いますが、星5確率が D2 メガテンに比べて段違いですよね。 0.5% と 11% だからな。確率的には約22倍星5が出やすいぜ。これは楽しくなりそうだわ。開幕ブーストに成功したらやる気出ますよね。ほんそれ。はい、皆さんいかがでしたか。前編はガチャ成功のご報告でした。後編は最初の幻獣まで倒してみようと思ってるよ。あと闘技場の説明もしていくぜ。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。